釣りかてめえ。どういう足をしてやる。あの明治の言ってたことは本当だ。俺の母さんは呪いをかけるのと引き換えにステータスが一気に落ちる。今も体がだるくてしょうがねえ。だが攻めるぞ。気をつけろよ。この槍にもカースがかかっている。その傷はポーションだろうが魔法だろうが塞がりはしねえ。すぐには死ぬなよ。俺を楽しむ。イルタ、他のモンスターは？ほぼ捕獲は完了している。あとはヤツだけだ。よし、ずいぶん手こずったがようやく一区切りだな。こいつを捕らえたら森の東に逃げた連中を追う。町に行ったメダーカたちも合流させろ。やつはメダーカだ。アネじゃ。どっちも間違ってます。アネじゃ。なあリトルルーキー、どうしてダイダロスの系譜がイカれた先祖の遺言なんぞに従ってきたかわかるか。血がそうさせるんだ。ダイダロスの血がざわつきやがるんだよ。この迷宮を完成させろってな。ふざけんなよ。目の奥が、頭の中が、クノストスが、式に書かれた設計図が、俺たちを引きずり込んでドロドロに溶かしやがる。誰も逃れられねえ、この血の呪縛からはよ。血の呪縛。俺はこの迷宮が憎い。こんなものなくなりゃいいと思ってる。俺に命令していいのは俺だけだろうがなあ。だが壊せねえんだ。それどころか作品を完成させろってダイダロスの血が指図してきやがる。腹が立つねえ。ダンジョンに潜りモンスターを殺しまくっても満たされねえ。そんな時見つけたんだ、喋るモンスターどもをな。変わっていっちまったんだ、ディックスは。変わっていった？ああ、従わせるためにモンスターを痛めつけているうちによ、奴らの泣き叫ぶ姿に目をギラギラ光らせるようになってな。あいつらは普通のモンスターと違う。泣きやがる、命乞いをしやがる。ダイダロスを狂わせたダンジョンから生まれた化け物どもがだ。ははたまらねえ。俺は理解した。あの化け物どもを恥ずかしめ、泣かせ、絶望させてゴミクズみたいに扱って、俺は初めて満たされる。血の上を沈めることができる。目的と手段はあっという間に入れ替わった。愛しかったぜ。何かに目覚めて救われていくあいつの顔は快感だぜ。血に勝るってことは自分を超えるってことだ。酒でも薬でも満たされねえ最高の快楽だ。俺は求めることに純粋になった。ゼノスたち、いいねよ。そんなことのために。そんなこと取り消せよガキ。分からねえだろ。逆らえねえ血の衝動ってやつが、目玉の奥が焼き切れそうなほど自分じゃどうすることもできねえ呪いってやつがよ。あいつは、ディックスはもうクノッソスなんて眼中にねえ。今のあいつは俺が大好きな獣の夢だ。
は変わらねえ。むごたらしくぶっ殺すことの何がいけない。お前もそうしてきたんだろ。でもそうだったとしてもリドさんたちは笑うことができる。僕たちと同じように涙を流せる。手を握り合うことだって。てめえもイカれちまったんだな。目を覚ましてやる。ついてこい。どこへ。お前はあのビーブルにお熱だったよな。待て。いつのこれを剥ぎ取ったらどうなると思う。やめて。私が私で亡くなっちゃう。ジェーナ、化け物。これを見てもさっきと同じことが言えるか、リトルルーキー。これで分かっただろう。こいつらはただの化け物だ。人類の敵、モンスターだ。殺されかけただろう。ビーブルにもリザードマンにもよ。目を覚ませ。お前は早くこっち側に来い。獣を殺しちまえ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。何やってんだてめえは。期待外れもいいところだ。あのナイフはヤツの腹をかっさばくためのもんだろ。
化け物に気をおかしくしてどうするつもりだ。化け物を助ける価値が、義理がどこにある。誰かを救うことに人も怪物も関係ない。助けを求めて、ね、それだけで十分だ。ベルクラビル、君は偽善者だな。てめえは、お前は人もモンスターも救ってのか。無理だろそりゃ。てめえはウサギじゃねえ。てめえはウサギじゃねえ、コウモリだ。ああつまらねえ、要は頭の足りねえただのガキだったか。もういい、くたばる。てめえ、リドさん。人間の言葉っていうのはこんなに体を熱くさせてくれるんだな。畜生、嬉しいぜ。わけのわかんない力なんて吹き飛んじまうくらい。ふざけんな。何正気に戻ってやがる化け物が。まずい、敵する。邪魔はさせん。誰か、お前らはあの明治をぶち殺せ。気にはさせねえ。おいよせ、そんなことしたら食われちまうぜ。いいねど。やっぱりこれが大事か。欲しけりゃくれてやる。思い通りすぎて笑えてくるぜ。迷い込め、果てなき幻想。仕上げだ、一枚。この先は地上への一本道だ。あんなのが出てきたら確実に始末されるだろうな。リックス・フェルニックス、俺に構ってないで早く追いかけてやれよ。クソ。リドさん、僕行きます。リド、あとは頼んだ。待て、ベルクラネル、今傷を治す。ベルチ、リド、グロス。これは一体無事だったか、レイ。そうか、あいつが。ええ、私たちを助けてどこかに向かいました。人間たちに犠牲者は出ていないと思います。こちらは敵の頭に逃げられた。奴は危険だ。このままにはしておけん。ですが、この様子では動けない仲間もいます。相手の縄張りの中を追いかけるのは無謀すぎる。俺っちもそう思う。
今はベルッチを助けるべきだ。俺っちたちが地上に出たら余計ないざこざを起こすかもしれねえ。それでも今度は俺っちたちがベルッチとウィーネを助けねえと。フェルズはともかくあの小僧には任せておけん。私も行く。戦える者は続け。なあクロス、やっぱり人間にも信じられる奴がいるだろう。まだだ、まだ信用まではできん。素直じゃないですね。リア・パナケリア。これはエリクサーと同じいわゆる全油魔法というやつだ。ありがとうございますフェルスさん。マジか。助けてくれディックス。どこ行ったんだよ。畜生化け物ども、許さねえ。ダイダロス通りに来れば何かわかるかと思ったが、構造が複雑すぎるな。ええ、予想を超えています。これでは敵のアジトを探すどころではありませんね。無事なようだね。あれ、アルゴノート君だ。またあのウサギ野郎か。アイズさん、ロキファミリー、どうして。団長、あのモンスターは額の石がない。早急に処理する。ロキファミリア、なんでこんなに早くこの事態を察していたとでも。偽善者だな、てめえは。薄汚ねえコウモリだ。僕は本当に愚かだな。